二千十八年自由民主党総裁選挙は、二千十八年九月七日に、告示、九月二十日に投開票が行われた自由民主党総裁選挙。二千十五年自由民主党総裁選挙において、選出された現職の安倍晋三の人気満了に、伴い実施。九百七十四年のシーナ裁定の際に、総裁連続参戦を禁止する規定が導入されて、 以降長らく継続されていたが、2017年に任期が連続3期に延長されたため、現職の安倍の立候補が可能となった。前回無投票だったこともあり、安倍は異例である閣内からの出馬を容認した。このため、前回出馬を断念した総務大臣の野田聖子が出馬の意欲を示していたが、推薦人を集められず、立候補を断念し、安倍の指示に回った。 また、閣外からは、石場茂が出馬の意欲を示した。総裁選に向けては、安倍の出身派閥である細田派と麻生派、総裁人気を伸ばす、党則改正を主導した二階、都市広幹事長を率いる二階派の三派が早々に、安倍支持を表明。岸田派では若手を中心に、岸田文雄政調会長の出馬を求める、主戦論が優勢である一方、ベテランなど一部に今回は、 首相指示に回り3年後に首相からの前情を狙うべきだとする慎重論があり、最終的に7月24日に岸田が自身の立候補見送りと安倍への指示を表明したが、党内からは乗り遅れだとの冷ややかな見方が広がった。竹下派は派内に影響力を持つ青木幹夫元参院議員会長の要請もあり、派閥会長の竹下渡総務会長が石破指示を表明。 参院側は大半が石破支持で固まった。一方、衆院側は会長代行の茂木敏充経済再生担当省など安倍に近い議員が多く、安倍支持が優勢を占める分裂選挙となった。石原派は会長の石原信明が安倍、岸田両者と近い一方、派閥最高顧問の山崎拓元副総裁が反安倍を鮮明に打ち出し、 石場にエールを送るなどしていたため、候補が正式に出揃った後に対応を決めるとし、態度を保留していた。しかし、岸田が不出馬を表明し、竹下派が分裂選挙となったことから8月9日に、安倍支持を表明した。届出順。自民党総裁選が9月7日に告示され、現職の安倍晋三首相と石場茂衆院議員が立候補。しかし、告示日の前日に、 北海道で発生した北海道胆振リ東部地震を受けて告示日から3日間は選挙活動を自粛し記者会見や討論会などが延期された。すべて2018年。オフしたものはニコニコ生放送にてネット中継された。日本を守る責任。時代を開く覚悟。赤、安倍が勝利した都道府県青、石場が勝利した都道府県以上により、 総得票の過半数を獲得した安倍晋三が参戦を果たした。石場は議員票では大敗したものの予想を上回る票を獲得するとともに、党員票では約45%を得、前回同様地方に強いことをアピールし、ポスト安倍として望みをつないだと評された。中都道府県別でそれぞれ最多得票であった候補の票数を強調した。比率は 有効投票数に占める各候補への投票率、ありがとうございます。